子育てに役立つ情報を一つにまとめた県のポータルサイトが今日から公開されましたポータルサイトでは子育ての支援だけでなくその魅力についても発信していきますこちらが栃木県の子育て支援ポータルサイトトコポです今日開設されたトコポは妊娠から出産そして子育てに関する情報をまとめた県のポータルサイトです これまで探すのに時間がかかったり複雑で分かりにくかった子育ての情報を素早く正確に手に入れてもらおうと開発されましたサイトでは助成金などの経済的な支援について子育ての段階ごとに検索ができたり公園などの遊び場を市や町ごとに紹介していますまた休日や夜間に利用できる病院の検索や 救急車を呼ぶか迷った時などに相談ができる窓口の案内も掲載されています他にも栃木県に移住して子育てを始めた家族の特集記事などもまとめられていてこれから子育てをする予定の人や県外の人に向けてもその魅力を発信しています実際に子育てをする保護者にサイトを利用してもらいました サイト内で1つでこう簡潔に住むんだったらうんなんかいいかなって子連れでああそう行きやすいお店とかんかそういうのをこうもっと情報を得られたら行きやすいかなっていうのは子育てしてる間だと遊ぶところが意外と少なかったりするので室内遊びとかが調べられると結構助かったりします ポータルサイト、トコポはスマートフォンやパソコンから利用ができ県の公式 LINE からスムーズにアクセスができるということです正しい情報をきちんと伝えるということが私たち行政の課題だったかなとも思っていますので気軽に1回ちょっとクリックしてもらえるとあのいろんな情報載ってますので、はい、見ていただければなと思います。